はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました。本当にありがとうございます。はい、今日も草刈りです。もうどんどん刈らないとですね、追いつかなくなってきております。今日はね、この間途中まで刈りましたね。このご神木前の道のところの前の斜面のこの辺のとこね、畑ののり面のとこちょこちょ刈りましたけども、こっち道路沿いの方に向けてね、まだ刈ってなかったのでこっち刈ります。あとはちょっと刈り残したところがちょこちょこあるので、そこをもう目指しながら歩いててこう刈っていこうかなと思ってます。まあ、ちょっとね、のり面を刈るのがまだ自信がないので、この雨でねだいぶ伸びてるのと、ちょっと足場が滑りやすくなってるのがあるので、ちょっとね怖いから、ブルーベリー前ののり面、そこはちょっとどうしようかなと考え中ですが、まあできるところいろいろ回りながらやっていこうかと思います。もうちょっとね伸びすぎてて、本当はねチップソーがいいんですけど、あ、チップソーじゃない、あのハスクでねパパってやりたいんだけど、多分私の技量とあの仕様じゃね、ちょっと無理、手首あると思うのでチップソーでいきたいと思います。怪我なくいきます。もう同じ内容ですが、よかったらお付き合いください。頑張ります。
はい、この辺はねちょっといつも刈るんですけど、もう小枝とかの方が多くてチップ掃除はちょっと難しいので、ここはまあお許ししましょう。そんなもしゃもしゃ伸びてないね。ここがやっぱ伸びちゃったね。で今ねこの畑の方休作中なのかな、わかんないけど、草もね今のところそのままにしておられるので、まあ、ちょっと下に降りないように田植えからね刈るっていう方法で作業しました。はい、しこっち側ね、ここも地味にね障害物が隠れてるから枝とかがね、あ時間かかるんだよね。あった、そしたらレモンのとこブルーベリーの奥だけね最後刈り切ってなかったから、そこだけして終わろうかな。ガソリンが燃料が足りるかな。体力的には持ちました。だけど疲れた。
奥の方とこっちでね、ほんと刈り残したとこだけだったんですけど、最後にあのぬるめのとこね、ちょっとでも下から刈るときに楽できるようにと思って、しゃがんで、まあ、足場が安定してるっていうのが分かる範囲で手を伸ばして刈ったら、それがきつかった。あー、いたよ。そして見て、ブルーベリーが2つ熟してるよ。まだね、ちょっとこの前見た時にあれやったけど、うわ、わかるかな、結構大きな粒です。ほら、いただきます。スーパー、スーパー。お日様が出ないから熟さないんですよね、なかなか。もうでもそんな時期だ。まあ、うまい。もう痛い。ああ、と、ちょっとね、雨が続くので、ブルーベリーの方の、完熟していく様子もちょっと心配だし、草刈りもね、なんかこう、安全に、いつも通りっていうことにはなれない、できないので、なかなかですけど、まあ、こまめにね、ほんと、刈っとかないと、もう私じゃ手つけれなくなっちゃうので、まあ、ひとまず今日はこれで OK にしましょう。ということで、同じ内容続きますけど、またお付き合いいただけると嬉しいです。最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、ゆきでした。